赤、東港線、桃、東港線バイパス、東港線は、新潟県新潟市中央区上所二丁目地内の上所交差点から、同市東区末広町地内の防石角交差点に、至る道路の名称である。なお、構成路線の一部である上所新和線は、開通当初は、東港二号線とも呼ばれていた。東港線十字路竜ヶ島一丁目。 中央不動前交差点間には、ボトナム通りとの故障もある。新潟市の都市計画道路で、上書二丁目道一丁目間は、新潟市道上初心和線、上書一丁目道区万代三丁目間は、新潟市道東高線、万代三丁目伊東は、国道113号の区間である。このうち、中央区、もずし地内の宮浦中学校前交差点から、 同地内の万国強行査点までの区間は、新潟南北道路として、地域高規格道路の整備区間に指定されている。発生台点二丁目付近万台点四丁目付近画面右手の、建物が、ラブラ万台。画面中央奥の建物が、新潟日報メディアシップ都市計画道路、新潟市内の品野川右岸側をほぼ川沿いに、中央区上とから、昭和大橋、八千代橋、 万代橋、流東大橋の東側を経由して、新潟港西港区の区域を抜け、山の下橋で通線川を渡り、東区の山の下地区に至る、中央区鳥屋の地区から東地区、さらに東区産の家地区へと、品野川右岸側に沿って縦断し、中央区中心部と郊外とを連絡する、幹線道路で、区間内では多くの幹線道路と接続している、ゆえに交通量が多く、 中央区場所地内の幸い西三丁目交差点付近、もずち内の東港線十字路交差点付近、もず島地内の宮浦中学校前交差点付近と万国橋交差点付近においては、主に平日朝のラッシュ時を中心に渋滞が慢性的に発生している。路線としては、万台橋、東台通と交差する東港線十字路一等が国道113号となっている。 同十字路伊勢は、新潟市道で、昭和大橋と交差する上諸島交差点伊東の間が、新潟市道東高線、道交差点から、新潟県道1号新潟コスド3条線と、交差する上書交差点までの間は、新潟市道上書新和線である、上書新和線の区間はさらに南下し、新潟県道51号新潟黒崎インター、笹口線と交差する、 神話交差点で終点となる。上書神話線は1970年代後半までは、上書一丁目地内の越後線の築堤周辺が未成区間として残存していたが、1980年代初頭に越後線の築堤下を立体交差する新上と黒島古道橋の建設によって、全線が開通した。東港線は、もともと昭和初期に行われた。 信濃川下流部の埋め立てに伴って計画された、新潟市の都市計画道路の名称である、新潟港の東側を経由する道路として名付けられたものであり、1963年に着工、1969年に開港し、新潟市北区と北神原郡西楼町にまたがる、新潟港、東港区との直接的関連は一切ない。 また1960年代から東区から東港周辺に至る国道113号のバイパス道路山の下東港線の整備が進められており現在は東区東新町から道区津島山までの区間が指導として津島屋から阿賀野川を渡る御ざれや阿賀橋を経由して北区上屋内に至る区間と道区笹山東から横戸を経由して 西浪町東港に至る区間が国道113号として共用されている。この内津島屋から上屋内に至る商品橋上流橋の事業区間は2009年9月13日に暫定2車線で、笹山東から横井に至る横井バイパスの事業区間は2012年3月29日に完成4車線で、それぞれ共用を開始した。 東港線十字路から龍ヶ島一丁目、中央不当前交差点までの区間は、ボトナム通りと呼ばれる。ボトナムとは朝鮮語で、柳の井で、1960年代に行われた、在日朝鮮人の北朝鮮への帰還事業の折、帰国者が新潟市民に友好の証として、柳の苗木を送ったことに由来しており、道路両側には、柳の木が植栽されている。また、 防石角交差点から長者町交差点を経て、万国橋交差点に至る区間には、連続立体交差方式によるバイパス道路も設けられている。概要に記した通り、東港線の支線として建設されたもので、東港線バイパスとも呼ばれる。この区間は2車線ずつの高架橋2本からなるが、4車線とも、長者町から万国橋への一方通行となっている。また、 各二車線は、終端部で、折り口が異なっており、左側に車線が、沼水、栗の木場イパス方面の車線、右側に車線が、佐渡木線、竜と、高架橋のほとんどの区間は、左側車線、右側車線とも一車線規制となっており、左側車線は、竜が島一丁目、塗ったり東五丁目交差点で、ランプウェイを降りた後、沼水方面への指導と、平面交差し、 さらに直進すると万国橋で東港線に再合流するか、もしくは栗の木バイパスへ左折する車線となる。一方の右側車線は万国橋まで直通し、ランプウェイを降りた後、東港線に再合流する車線となる。このバイパスが設けられた経緯には、かつて新越本線の沼水駅から新潟西港の中央埠頭に通じていた引っ込め線の 踏切渋滞が慢性化していたことが背景にある。1965年2月13日、道路上に踏切信号が設置されて、渋滞はやや緩和したものの、その後の急速なモータリゼーションの新、バンコク強交差点等法で以後未成となっている、東港線バイパスの高架橋画面左側に伸びている部分は、バンコク強交差点方面へ降りるランプウェイバイパスの建設当時、 新潟市では、万代橋の下流部に、有料道路、港大橋の建設が計画されており、それに合わせて、東港線と栗の木バイパスも一部区間を、傘常識に改良する予定であった。東港線バイパスはこれら各方面の道路との、しかしオイルショック等の影響を受け、さらに1976年には、市長が交代したことも影響して、 港大橋の建設計画は事実上凍結された。その後25年を経て2002年に、この構想は、流島大橋と、なお流島大橋、東港線の万国橋交差点宮浦、中学校前交差点間と栗の木バイパスは、新潟市の都市計画道路、小津島ルート線並びに、地域高規格道路、新潟南北道路の整備区間に指定されており、 この内栗の木バイパスの南側区間では一部連続立体交差化を目的とした栗の木道路、七畜山道路の二つの事業が行われている。モズ島ルート線は流東橋道の区間が一部連続立体交差方式で設計されており、現在事業未着手の東港線及び栗の木バイパスの北側区間も将来的には連続立体交差化され、その際には 東港線バイパスも万国橋で接続することになる。しかし、環境悪化を懸念する地元、ぬったり地区の住民が道路の高架化に反対する旨を唱えており、実現にはまだ時間を要す見込みである。ありがとうございます。